預貯金ですよね。預貯金十分できたらどん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 お金を貯めていけばいいかっていうと、実はそこに落とし穴があると思うんですよね。要はそのお金っていうところの価値が変わってくるかもしれないんですね。それはいわゆるインフレって言って物価が上昇することによって、その円の価値だとか変わってきちゃうっていうことも十分ありえるんですね。一部当然貯金は貯金で持ってなきゃいけないんですけども、そこからある基準から、出たところは守るという部分とか、増やすっていう意味も含めてですけれども、投資っていうものを一つ取り入れるっていうことをした方がいいと思うんですよね。増やして大きく儲けるっていうことじゃなくて、貯金の本当に延長線上ですよね。一番本当はですね、自己投資じゃないですけども、自分に対して投資をすると。でそれはその自分を大切にすることから始まりますけども、自分に対して、知識をつけたりだとか、何かそういうふうに学ぶとかね、それも的確にこう自分に投資をしていけば、実は金融的な投資も大切なんですけども、自分に投資をかけていくっていう方が一番やっぱり強い、これから生き残るためにもいいと思いますね。だからそこら辺もちょっと一回意識してやっていただきたいですね。一つですけれども、今回6月にですね出させていただいた年収200万円からの、投資生活宣言と、で年収200万円からの、貯金生活宣言をいろいろ出させていただいてますけども、そこの、最終的にというか、さっき貯めて、それでどん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 増やして増えていけばいいかっていったら、そうじゃなくて両面が入ってます。自分のへの投資、自己投資っていう面と金融的な投資っていうのと2つ入ってますので、知識としてやるやらない別です。知識としてまずつけておくっていうこと、こちらの方を読んでいただいて、ぜひやってみていただくといいんじゃないでしょうかね。